山田三方会合所あと山田三方は、室町時代に自治都市として発展した伊勢の山田の自治機関である。味方寄り合い、味方老若とも呼ばれた。影響年間、新薬人たちは伊勢大宮宮の利根の勢力を駆逐して、山田に自治組織を樹立して、山田三方会合所という役所を設け、伊勢神宮に対しては、負荷を禁止し、次来幕末に至るまで、 山田の調整をによってきた。味方は、美保が語源であり、保は、豪を保つの意味で個数がいくつか集まった集落を、称した。神宮天略に、山田美保、すなわち後の三穂という地域は、およそどこ、辺を指したかというに、江坂方、須原方、岩淵方と、沼記号山田村に、美保県有。その頓所を考えるに、江坂は、咲瀬せこなり、須原は、 神中座という、岩淵は今も丁明に損石、とある。橋本暗挙の真と雑誌期には、味方という字派、イニ山田を三つ二分けて坂方、須原ラ方、岩淵方という、ゼの三方の年寄りの長たる人かなり、子に御主因、二派年寄りとも、とありて、味方という名目なし、思えふに三方の年寄りという、その次の里ごとを定、する者を、 月行事、と運ひたるに、彼の三方ということ、役職の号の属整理で公部共に通ずることになりたるゆえに、月行事年寄りの月行事の字は、小、えたりとある。内空引き付け、文明11年12月5日の定によると、新寮奉行職、アイスただゆきが倉方浪人と、山田三方との紛争に際し倉方浪人の、山田玄重を、口入れしている。 浪人も弓矢をし、加減重の吉猿候で方々ごせ早城千ま手取りやドリキ公優将及び公、佐物山田三宝と猿、る、んる文明十一年十二月五日、ただ行番。内宮一将淀の花壇号、自然返事、愛水よ神。かさるよし、ことにて猿。影響の頃から、伊勢神宮のご神座地で、宇治と山田の新薬人の確執により激化した神。 堺合戦は、文明18年、国史家北畑氏が介入し、二期吉永依頼例を見なかった宮川伊藤の新域に兵馬を進め、宮城を陛下で汚すに至った。大乗院寺社雑事期、長京2年2月3日の上で、室町幕府の家門に、北畠まさっさとは、下空炎上等に次のごとく返答している。以上、将軍の家門に対しかような返答により、 国史家の北畠正里が、宇治の新薬人を悲観化して、岡本の番屋等を設けさせて、宇治と山田の確執を煽ったことがわかる。戦国時代、北畠春具は、新人層の対立に介入し、天文3年1月に、山田三方が、自身の命令に従わないことを理由に出兵。宇治、山田の両門前長の軍勢を、宮川の戦いで打ち、 両門前朝を支配下に収めている。山田三方と倉方との分裂構想を伝える。諸情と思われ榎ノ基や久保倉人氏、僧の名のついた、ご主職は明治維新まで存続している。園田森吉、神宮天略。内宮引付。北畠春具、デジタル版日本人、明大辞典プラス。ありがとうございます。